甲府市では、暖冬の影響から例年より早く梅の花が見ごろを迎えています。甲府市にある梅の名所、不老苑には赤や白、ピンクなど色とりどりの梅30種類、2000本余りが植えられています。今年は異例の暖冬から全体に2週間ほど早く、すでに園内の梅の木の半数ほどが見ごろになりました。 観光梅、陶磁梅など早咲きの梅の花はほぼ満開です。例年は2月中旬頃から咲き出す中咲きの梅も半分近くの花が咲いています。多くの攻略客が訪れ、梅の花の甘い香りが漂う中、園内を散策したり写真を撮ったりして楽しんでいました。 こちらの梅の花は遅咲きの梅が開花する3月初め頃までが見ごろだということです。